終わって東京オリンピックが終わったら、うん、あのね、なくなっちゃうみたいな。あ、そう、じゃあ行ってみようか。資源までまっすぐ行ってみる。うん、行ってみようか。じゃあ、うん、原宿に来るとすごい若い人が多いね。ヤングだね。ヤングが多いね。ヤング、ヤンガー？なんかさ、タピオカで全然戻るんだけど話がさ、タピオカで思い出したんだけどね。うん、私が高校生の頃、まあ約10年ぐらい前から、うん、わかんないけど、3年前ぐらいだったかもしれないけど、うん、その時にはタピオカはまだ流行ってなくて、おうおう、クレープ。はい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 。原宿に来たクレープを食べるっていうのは、うん、もう醍醐味だよ。はいはいはい。っていうのが時代は変わったんだなと思って。変わりましたね。クレープ屋さん見ないもんね。うん、もう私がね、高校生の頃はクレープ、クレープ。なるほどね。原宿イコールクレープみたいな。で、そこから JK で制服着て、うん、なんかもうクレープをかじるっていうのが、うん、高校生の頃ね、うん、夢ですって憧れてきてる。うん、それが今やね、タピオカに変わって次は何が来るのかっていうね。なんだろうね。今の子たちは楽しそうやな、いろいろあって。はいはいはい。文明というかさ、テクノロジーというか携帯もすごい変わったしさ。うん、ね、なるほどね。化粧品とかも結構安くさ、プチプラって言ってさ、はいはい、安く手に入ったりとか、おしゃれだよね、最近すごい。すごく、うん、そうだね、うん、ファストファッションとかも流行ったしさ、うん、そんな原宿ですよ。なるほどね。俺の原宿のイメージは、うん、竹下通りがあまりに混みすぎて、うん、全然前に進めないっていうもうそれだけでも、もう次はいいかなっていうそうだね、うん、竹下通りはすごいよね、うん、特に何があるって言われるとちょっと説明できないんだけど、うん、すごい、あそこを通るっていうのが、まあ、まずちょっと目標じゃない、まあ、原宿ついたらまず竹下通り通らなきゃねみたいな感じでみんな集まってると思うんだよ。なるほどね何が面白くて竹下通りにみんなが行くんだろうかっていういやね、そういうことだと思うんだ、うん、すごいよね、確かに人は今でもそれは変わってないとは思うけどね、うん、さあ、原宿駅に着きましたけど、もう囲われてないやろ、あ、違うか、ね、この後だね、駅は、うん、あの駅はちょっと私を見納めておきたかったので、うん、1年くらいあるけど、うん、すごいね。あ、さっきね。エニメニピポーですよ。さすが土曜日。ねえ、人が多いね。竹下通りは行く？いやちょっと前だけ通ってみようか。前だけ通る？こんなもんか、うん、ちょっとこれが駅だじゃん。駅ですね。これは取り壊される予定の原宿駅、うん、木造でできてる、うん、古いね、うん、駅舎ですから、うん、これは写真を撮ってもらおうとします。
まだ行ってる。もうすぐなくしちゃうそうです。これね、駅前も本当メニメニピーポーだよ。わかる。メニメニピーポー。あれ、こんな坂下るんだっけ。竹下通りってどこなんすか。こっちだっけ。わかんない。ちょっと私は迷子なんだけど、まあ、多分こっちでしょう。え、竹下通りって坂下ったっけ。いや、わからない。でもこっちだよね。うん、だと思うよ。あの吉野家の看板の右が入ったとこじゃない？あ、そうだそうだ。うん。なんかもうすっかり忘れてるわ。やばいね。メニメニピーポー。メニメニピーポー。言いたいだけだよね。十何年ぶりの竹下通り、すごい人。入る勇気ありません。いや、行ってみよう。いやだよ、抜け出せないよ。ひとまず行ってみよう。本当に進まないよ。これが竹下通りです。すごい人だね。すごいすごい。あ、でもそうでもないかも今日は。あ、そうなの。あんま進む感じしない。あ、ほんと進まないとき本当に進まないよ。へぇ、懐かしい。すごいな。懐かしいね。でもそこのクレープ屋さん食べるのよ。はい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 。そこのねクレープね。そう、JK の時ね、女子高生の時の原宿行きが出た、竹下通りが出た、クリップを食べるみたいな。なるほどね。やるって。でもう1店舗やっちゃってる。え、もう1店舗しかないんだ。なんか全然見ないですよ、クレープ屋さん。前結構あったと思うんだけど、クレープ屋さん、あ、一応あったね。そうよ、まだ一応ここは健在なんだね、その文化が、クレープという文化がまだ健在なんだ。あと大きいダイソー。うん。外国の方も結構いらっしゃる。へえ。100円ショップ。なるほどね。なんだなんだ。Thank you.
当に進まないね。うん、ここら辺で来ると結構詰まってきたね。ね、久々に来た。どっかで曲がりたいね。最後まで出ない。最後まで行けるかな。ここまで来たらもう、うん、もうちょっとでしょ。もうちょっとか。原宿チーズハットグ、すごい人だねこれ。まだ半分？まだハーフ？ハーフ？曲がろう。落ちたら抜けれるのかな？行ってみる？抜けれるのかな？すいません、すいません。抜けたかな。この奥行けるのかな。見てみますか。うん。お、行けそう。行けそうな気がするよ。こっち側は。ほう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 。いい運動しました。いい運動スポーツ。さてここはどこじゃ。ここはどこだろうね。うん、ここはどこってなんていうの。パッドフェア。何どこだっけ。あ、こっちね。Where is here? あ、Where is here? Where is here? もう分からない。 Where is here? 分からない。いや、楽しいね、でもねえ。いや、ほんと十何年ぶりに竹下通りに行ったよ。歩いた歩いたね。ね、竹下ストリート is crazy。
クレイジーじゃないよね。なんだろう。竹下ドー、竹下ストリート is many many people 言いたいだけで many many people 言いたいだけでよいしょ。どうした？なんかすごい急に住宅街また。そうだな。うん、ほんと面白いこの辺。一本入ったらもう住宅街。うん、よし、じゃあ次はイメージ神宮。うん、6時か、あ、6時じゃねえか、4時だ。まだ入れるかな。ああ、そっか。なんか時間ありそうじゃない、ああいうところって。うん、どうなんだろうね。うん、ふう、よし、さあこっち入ってみよう。あれ？行き止まった。行き止まった。こっちだ。ついてこい。本当にこっち？ついてこい。本当にこっち？ねえ。え？本当にこっち？え、違うんじゃない？違うよ多分。でもさ、そっち行けないじゃん。あ、多分ね、行ける方法あるある。そこのお店すり抜けられたと思う。ここ抜けれんじゃないの？抜けれないの？トトロの森じゃないんだからさ。うん。多分行けるよ、行ける。ここここ。ここここ。なんだろここ。ほら抜けれた。ほんまやな。こんなとこレストランあったんやな。ね。なかなかおしゃれな感じの、こんな感じでーす。いいじゃん。うん、いい感じのね、おしゃれな感じ。ここもここあるよ。ね、銀だこ。オムライスだ。ほうほうほう。おう、たこ焼き。いいね。ね。超コントロール。ね、すごいね。持ってきました。ね、持ってきたね。よしと。じゃあ神宮の方行こうか。そう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 、確か。スター。よしか。Thank you.
うん、神宮ブリッジ。神宮ブリッジ。神宮ブリッジ。今まで知らなかったぜ。意外と知らないこと多いよね。ね、多いね。あ、もう入れないのかな、明治神宮は。あ、残念。残念だね。どうなんだろうね。いや、いけそうかな。あ、いけそう、うん、パワースポットですよ、パワースポット。おー、パワースポット。ね、この時もうん、やっぱりメイクとちょっと違うんだけど。ね、いいじゃんいいじゃん、メイジキング。さすが、いいね。うん、あ、涼しい。なんかね、涼しいね。うん、スンってする、ね、気がするだけかもしれないけど涼しい感じするね。うん、なんかさ、一気にさ、うん、東京の感がなくなる、なんていうの、都会感、都会感、うん、ノーシティイメージ本当に涼しいというか、ね、結構温度が違うんだけど、うん、涼しいね、うん、2度ぐらい違う気がする。うん、周りはほんと森ですよ、ね、フォレスト。ただそんなに色づいてないね、葉っぱは。うん、これからだね。うん、おー、川、うん、なんか平凡になっちゃったのかな。ちょっと行けるところまで行きましょう。うん、そうだね。あそこ
紅葉し始めてる。あ、本当だね。おお、紅葉始めてるね。これ何なんだろうね。ね。ね、お酒、うん、お正月には、ここにすごい並びますよ、お酒の樽が。ライスワインの樽。ライスワイン、すごいよ、奥までいっぱいあるよ。うん、そう、奥までついてるからね。すごいすごい、大きいよね、やっぱり。うん、そう、本当に広い。第二の門がね。この両サイドにも大きなライスワインの樽が並びます。お正月。うん。樽ってなんて言うんだろう。なんだろう樽って。もう樽でもいいんだな。なんだろうね。なんだろう。ライスワインビッグボックス。絶対買わないよ。でした。こんな大きかったんよね。うん、なんかすごい忘れてるわ、いろいろ。大きいよ。もうすごくひどいよ。
さあ着きました。すぐにここまでね、うん、歩くと。本当すごいだろうね、人が。ちょっとすごいよ。並ぶやろな。並ぶ。この辺ぐらいまで余裕で並ぶから。うん。ましたね、はい、久々の明治神宮。去年は浅草寺だったかな。ね、広いね、境内も。ではお参りしていきますか。
目の前にあるのが御神木ですかね。樹齢何年とかね。わかんないけど。こちら何があるんだろうね。お帰りはこちらからかしら。ちょっとよくわかんないけど、これは何かしら。ね、なんだろう。あ、お帰りはこちらからなんだね。では戻ってイルミネーションを見ていきますか。はい、ではまた夜に。